ポーツと環境っていうのは全く関係ないものだと思ってた。ゴリラ研究と環境って何やねん。はい、どうも今日はようこそおいでいただきました。とんでもないです。愛媛県の今治から、はい、えらい遠いところからおいでいただきました。ありがとうございます。とんでもないです。今日はね、ぜひいろいろお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、まずはその岡田さんがね、日本のサッカー界を率いてその監督を務められ、そしてもうこれだけね、日本のサッカーを世界の水準まで押し上げて、もう数限りない勝利を重ねてこられた歴史、はい、でそれを背負いながらなぜ今治という地方の小都市に行かれて、はい、でしかもまあ非常に小さな、ね、サッカーチームを作られて、はい、でまあそこで監督として、ええ、そして最近は環境問題に非常に関心を持たれて、はい、自然塾を作られたり、はい、まあ、非常にこう幅広く活動されてますね、うん、その動機は何だったのか。動機ね、今治に行ったこと自体は本当サッカーのことだけだったんですよ、うん、日本代表が世界で勝っていくためにフィジカルとかいろんなものはもうレベル上がってきたんだけど、あと一つだけこう主体性、うん、監督に言われたことはきちっとやるけど自分で判断できないとか長年言われてきたんですね、うん、で30年前 J リーグができた時、有名な世界の監督がいっぱい来て、どうして日本人はここでどうプレーするんですかって聞くんだと、うんうんうん、それを自分で判断するのがサッカーだと、うんうんうん、でも僕ら指導者はその時ここでボール持ったらここへ蹴れって指導したんですよ、うんうん、そうか、自由を与えなきゃいけないって、自由だ自由だって大きく方向転換してかなり良くなったんだけど、なんか根本的に解決してないと、うん、これはまあ国民性もあるんだけど、でそれを話してた時にスペインにはサッカーの型があって、それを16歳までに落とし込んであと自由にするって有名なコーチなんですけど言われたんですよ。俺たちは型にはめちゃいけないって自由だって言ってたのに、うんうんうん、あれだけ自由奔放にしてるスペインに型があるってなんだってこう議論してたら、うん、型にはめる型じゃなくて原則があってそれを16歳までに落とし込む、うん、僕らは自由だ自由だって言って、で16歳ぐらいから戦術っていう対応策を教えてる、うんうんうん、全く逆だと。なるほど、まあ、ひょっとしたら日本でも日本人が世界で勝つための原則を作って16歳までに落とし込んであと自由にする、今までとやり方を変えたら主体的にプレーする自立した選手が出んじゃないかと、うん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 、で実験したくなって、あちこちで言ってた J リーグのチームは3チーム全権任せて言ってくれたんだけど、今まであるものを壊さなきゃいけないんで、うん、そんなネガティブなことにエネルギー割くんならっていうことでふと思いついたのが今治で、うん、僕の先輩が会社をやっててですね、僕は上場を手伝ってくれって言われて通ってた教育担当顧問で、はあはあ、でこの先輩がサッカー好きなんでアマチュアの四国リーグのチーム持ったんですよ、うん、でこういうことやってみたいんですけどって、それは面白い、ぜひやれと、うん、いうことで今治行くことになって、そしたら株式を 51% 取得してくれって言われて、何のことか分かんないんだけど、うん、オーナーになっちゃったんですよでオーナーになるけどお金持ってないから経営もやんなきゃいけない、そしたら現場なんか見る暇がないということで、サッカーを やめてもう経営ばっかりしてたんですけど、うん、ただ環境は全く別で、大学生の時にローマクラブの成長の限界を読んでですね、はいはい、これって本当なのと、うん、当時はこんな広い空に少々煙出しても大丈夫だ、こんな広い海に泥水少々やっても大丈夫だっていう時代だったんで、うん、こんな鉱物資源って本当なくなるのとか、それから興味持ち出して2000年の地球という合衆国政府の本を環境レポートを読んだり、うん、NPO に入って活動したりずっとしてきたんですね。で92年のリオサミットの時にまだセボン鈴木と日系カナダ人が素晴らしい演説して世界の首脳がもう涙して、うん、これで変わるかもしれないと思ったら何も変わらなくて、で2002年のヨハネスの環境サミット僕自費で行って WWF とか ああいうところの回ってみんなでこう民間の力で帰れないかとかそんな活動もしたんですけど全然ダメで、うん、で学会して帰ってきたんですけど、
そこからずっとやっぱり環境からは離れられなくて、なるほど。で、富良野の倉本壮先生が提案した自然塾を今治にも作ってと、それは今治行く前に作ってたんですよ僕。あ、そうですか。そしたら縁があって今治行くことになって環境教育も続けてという感じで、なんか今まで行ってからいろんなことをやったんじゃなくて、それがなんかそこに集まってきたみたいな感じなんですね。つまりあれだよね、その一旦世界の大舞台に立って、ええ、こう世界を見渡したその目でね、ええ、日本の中で地方で子育ちつつあるピースを、はい、あのまあスポーツではなくて環境って視点で眺めると、うん、また新たなピースがつながり始めてきたっていう話なのかな。そうなんですよ。それも実は僕は最初はスポーツと環境というのは全く関係ないものだと思ってたけど、うん、スポーツっていうのはある意味文化の一つ で、ね、コミュニティを作っていくハブになれるんですね、うんうん、で僕はここで来てびっくりしたんですけど、そのネイチャーとね、はい、文化とかが、環境っていうのはもうネイチャーだじゃダメで、うん、文化と一緒にならなきゃいけないとおっしゃってることが、まあそれで僕先生の文章読んで、うん、会いたくてどうしても会わせてくださいって言ったんですけど、いやもうそれを痛感してですね、うん、環境は理科系の問題でとかじゃなくて、やっぱりそのコミュニティっていうものに根ざしてるなっていうのをすごく感じたんですね、うんうん、その話をね少しお聞きしたいんですけど、うん、ちょっと僕の話もさせていただきますよね、はい、あの僕はもう初めはゴリラの研究をして、ええ、もう存じ上げます。本を読みましたたくさん。でも本当にもう地元の人たちと付き合いながら、森歩くの一人でできませんから、うん、ゴリラってまあ危険な動物でもあるからね、うん、その村人たちと一緒に森を歩きながら、まあ土地の文化も知りつつ、だってまあ大体あのゴリラが住んでるところって地元の人たちがゴリラを含めて野生動物をみんな食べてるところなんですよね。あ、そういう中で保護活動をしようっていうのはとても大変で、ましてやそのゴリラを保護しなければゴリラの群れの中に入ってあの実際の行動なんか見れないわけで、うん、住民の意識を変えなくちゃいけないわけですよ。あ、そういう活動を長年した上で、まああの霊長類学ですから国際的な学会もあって、私もその、まあ、国際学会の会長に呼ばれたりして、まあ、世界の学者たちと渡り合った上で、まあ、なんかひょんなことに京大の総長なんかにさせられちゃってですね、今度は大学経営っていうようなことを6年間やらされて、で今度はその間にその日本学術会の会長がさせられて、アカデミアっていうものがどういう社会の中で位置づけられているのかということを、あるいは政府からどう見られているのかみたいなことまで考えなくてはならなくなって、うん、でそういう中でね、あの岡田さんと同じように一つのことに集中していたものがこう少しこう世界的な視野で眺めてみると、その違う視点も見えてくる、うんうん、だからおっしゃるようにスポーツと環境っていうのは一見ほとんど結びつかないような感じがしているけれど、あるいはそのゴリラ研究と環境ってなんやねんということも ありますけども、でもなんかねちょっとこう見てみるといろんなこうピースがつながってるんですね、はい、例えばゴリラのことを研究するというのは地元の文化を知らなくちゃいけない、うん、その文化というのは人間の体の中にこう、まあ、埋まり込んでいる価値観だから、うん、例えばあの野生動物を見るとあ美味しそうって見える文化とね、はい、あ可愛いなって見える文化と、あ美しいなって見る文化とやっぱり全然価値観違うわけですよ、うん、でその中で自分がその文化の中に溶け込みつつ、文化にただただ従うんではなくて新しい未来の方向性を提案しながら地元の人たちと一緒に自然と共生していくっていう提案をしなければいけない、うんうん、このままいったらやっぱりさまざまな文化は特に発展途上国の文化ですから、うん、先進国のまあ論理によってどん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 押し上げられて、 そうですね、その中で自己主張しながらまさに押し上げたコミュニティをね、うん、どういうふうに再生して地元の人たちの危害を、うん、まあ、将来に結びつけるか。でもそれはね岡田さんに聞きたいんですけど、サッカーのチームを率いてやっている時とそれほど変わらない感覚なんじゃないですか。そうですね、
まあ、僕らちょっと目的とか目標がちょっと変わるんですけど、やってることは似たようなことをしてるんですね。結果的に最初はね、うん、経営とサッカーチームは全然違うもんだと思ったんですけど、やってるうちに、あ、一緒だなって思い始めて、うんうんうん、そして僕は環境とかコミュニティ作りとかいろんなことをもうどんどん手を広げて、自分で今度学校教育もやるんですけど、うんうん、そうやって広げていくのをみんな、な、自分で自分の首絞めるだろうって言うんだけど、僕の中ではそうじゃなくて、うん、そんなにものすごい仕事量が増えたというよりも責任は増えるんだけど、なんかつながっててそんなに苦じゃないんですよね、うん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 、だからなんかやってることっていうのは結局自分たちの子供たちにね、どういう社会を残していくんだということが根本に僕の中にあるんで、そこにつながることだったらみんな一緒だなっていうような感覚があるんですね。さっきあの自由というね、はい、言葉を出されて、スペインの選手これも自由にプレーしているように見えるけども、型があるっておっしゃられて、で僕もね、実はその京都大学の総長になった時に、京都大学というのは自由の学部で有名なんですけど、はいはいはい、学生たちはその自由っていうことがよく分かってないわけですよね、うんうん、自由自由って言われるけど一体何なんだと。でもね、それには確かに型があるんです、うん、その型というのは対話の仕方、はい、まあ東京ではね、討論の仕方をディーベートといって、はい、勝つか負けるかで、うん、自分の主張を相手に認めさせる、で認めてもらったらそれを、まあ、俺の主張は通ったんだって勝ちって、うん、そういう、まあ、激しい討論をするのが普通だと思われてるんだけど、京都大学、まあこれは関西全域そうかもしれないけれども、討論する前と討論した後で自分の意見が変わっていることが重要なんですね。あ、押し通すんじゃなくてね、うん、相手も変わっている、つまり相手と討論するメリットというのは、自分も相手も凝り固まった主張で臨んだのかもしれないけれども、それを乗り越えるような、うん、話ができて初めて討論の意義がある。そうですね、それが自由な発想なんですね。で、それが一つの型なんです。うん、対話の型であって、うん、そういうものが相手の自由も認め、自分の自由も認め、さらに新たな自由を求めて旅立とうっていう気構えがないと、その創造的なことはできない。なるほど。だから自由っていうのはクリエイティブ、創造に結びつかなくちゃいけないし、でも創造性を求めるためには気構えっていうか、うん、マナーが必要なんですね。そのマナーこそが型であって、これはおそらく京都の公家文化が、まあ、1200年の歴史をかけて作り上げてきた対話の型かもしれないですね。あるいは学びの型かもしれないんですよ。いや、実は僕今度 FC 今治高等学校っていう学校までやっちゃうんですけど。あ、そうですか。これここでものすごく先生方にお願いしてるのは、主体性を引き立つために対話が必要だと、うん、でこの対話っていうのを、要するに例えば子供がどうしたのって、こうこうこうしました、こんなことがありましたと、その時にじゃあこうしたらって言わないでくださいよと、で君はどうしたいのって聞いてくださいと、うん、でそしたらこうこうこうと言った、じゃあ先生に何か手伝えることあると、これの繰り返しをしてほしいと、うん、で対話というのは例えば子供が殴り合いしたと、うん、殴りした、そしたらそこで普通裁判官になっちゃうんですよ、うんうん、君どうしたどうした、そうじゃなくて君たち明日から毎日殴り合いして続けたい、毎日いや、それはしたくない、うん、じゃあどうしたらいい、いやこいつがこう、いやでも明日から殴り合いしたくないんだろ、じゃあどうしたらいい、うん、このなんていうんですかね、みんな考え方や価値観が違うんだってとこから、それをその違いをどうやってうまく一緒に暮らし、うんうん、平和に暮らしていくんだっていう、この一番上の目的のところにこう戻りながら対話を続けていくっていうのがものすごく大事だじゃないかなと思ってて、先生にそれを今お願いしてるところで今お聞きして、うん、あ、すごいと思って、うん、いや、おっしゃる通りでね、いや僕はこれはゴリラから学んだんですけど。え、ゴリラはそういうことしてるんですか。ね、猿の社会っていうのは、はい、お互いどっちが強いか弱いかってことを即座に認知して弱い方が引き下がる、はいはいはい、これが喧嘩を解決する一番効率的なやり方なんですね、はい、
だから猿の社会には非常にそのはっきりとした順位序列があるんです。ゴリラって子供と大人とオスとメスとで体の大きさがすごい違うんだけど、その間にはっきりした順位序列がないんですよ。だから体の大きさを反映して俺は強いんだぞとか私は弱いんですみたいなことはないんですね。だから自己主張が強いあの、まあ、人たちというかゴリラたちですから、はい、何かトラブルがあるとあるいは餌をめぐってね、はい、どっちが先に取るんだみたいな話になるとぶつかっちゃうわけですよ、はい、で小さいのが負けてない、はい、子供でもねあの完全と向かっていくわけですよ。でもあの激しい喧嘩にならないのは必ず仲裁者が入るんですね、はあ、でその仲裁者というのはどちらに味方するわけではなく喧嘩を止めるってことに集中する、うん、でねそこで明らかになったことは喧嘩をしようと思って喧嘩をしてるわけじゃない、どっちが強いかということを相手にお互い認めるということを目的としてやってるわけではない、うん、これはゴリラの喧嘩の仕方ということは何かというと要するに喧嘩をするってことはお互いの主張がぶつかるってことですよね、はいはい、で喧嘩の後に今あの岡田さんおっしゃられたように喧嘩の前よりもそのいい関係が出来上がっていることが喧嘩の理由なんです。だから仲裁者が言ってまあお前たち何やってるんだと、うんね、お互いあの認め合って引き分けましょうと、これはね両方のメンツをきちんと尊重することであるんですね。であの体が小さい大きいに関わらずお互いが主張し合ってるってことはやっぱりトラブルがその間に生じてお互いの主張があることで、でお前弱いんだから我慢しなさいっていうふうにしてしまうと、うんうん、それは恨みを抱いたり、うんうんね、その間の関係というのはさらに悪くなりますよね、うん、そうじゃなくて喧嘩の意味っていうのはあのぶつかり合った時よりももっといい関係が結ばれることが喧嘩をする、まあ、目的なんです。素晴らしい。それパクらせてもらっていいですか。うちの学校で先生に言おう、うん、だからね人間はそれを履き違えていて、うん、喧嘩をするのは主張を通すことだと思ってるかもしれないけど、そうなんですね、うん、そうじゃなくて喧嘩をする意味というのは喧嘩の前よりもいい関係を作るためのことが目的なんだ、うん、でそのために第三者に介入する必要があるわけですね。でゴリラの喧嘩って見てるとほとんどの喧嘩に第三者が介入する。しかもそれはあの力の強いものがお前たち何喧嘩してるんだよって力でね彼らを引き分けさせるんじゃなくて、あの喧嘩をしている両方よりも弱い立場、まあ、体の小さい子供や、うん、あるいはメスが間に割って入るんですよ。ちょっとロシアとウクライナの間に割って入るのはじゃあ小さい国だな日本。それがねルールを守るっていう共存の仕方、うん、で僕ねその時に思い出したのは相撲です、うん、相撲ってもうね200キロ近い、はい、あの相撲取りがぶつかり合うわけでしょ、うん、で行司って小さいじゃないですか、ね、行司がこう軍配掲げてはっきり言ってやってさ、でどっちが勝ったって軍配はそっちに上げる、うん、であのね際どい判定が起こって、ね、行司の軍配差し違えなんてなって、でもそれはあの審査員がいて、あの協議して決めますよね、でそれにそのあの行司より何倍もでかい力士が従うわけです。そうですよね、考えたら、あれはもちろんねあの、まあ、神事でありスポーツでもあるから、うん、あのまあ、サッカーもそうですけど、うん、あの自分の主張であの決着するわけじゃないんですよ、うん、第三者がそれを決める、うん、しかもあの、まあ、ラグビーもサッカーもそうだけど、うん、あの勝敗が決着した後はお互い友達になれる、うん、で別にあの日常的に争い合ってるわけじゃなくて、うん、その場でこうぶつかり合うっていうことが美しいわけです、うん、だから僕はね喧嘩ってのはそもそも美しいもんだと思ってます。あ、美しいからこそそれをきちんとあの周囲が見定めて、でその結末というものを気にする。だから第三者が入る必要があるわけですよ。二人だけでは気にさせないっていうね。だからなんていうかな、スポーツというものも極意としてはそこだと思うんですよ、うん、それプレーが美しくお互いにぶつかり合ってフェアであって、はい、であのそのフェアでぶつかり合った姿を周囲が美しいと思うからこそのその喧嘩の決着っていうのをみんな尊重し合うんですよね、うん、それが
あの実際の喧嘩から来てるもんだとか、うん、なるほどなるほど、そうですよね。なんかサッカーが最近ちょっとなんか試合終わってから揉めたりとかそういうの、うん、やっぱり気持ちよくないですもんね、うん、そうそう、だからそれがね、なんていうかな、そもそもオリンピックゲームもそうなんだけど、クーベルタン男爵が宣言をしてね、うん、で参加することに意義がある、うん、でやっぱりスポーツっていうのはプレーの美しさを競うものであって、うん、本来なら勝敗を競うものではなかったかもしれない、うんうん、でもそのぶつかり合う姿こそが見てて美しいものであってね、うん、それは国境を超える、うん、あるいは集団を超えるその美的感覚というものがあってこそ行われるものなんですよ、うん、そうするとその試合とかこうぶつかり合った後に、さっきの先生の話だと両方が成長なりよりいい関係になってないと意味がないわけですよね、うんうん、そうです。だからお互いに健闘をたたえ、より美しいプレーで渡り合おうということを誓い合うというのが本来のスポーツの、まあなんていうか、まあ精神じゃないかなと思うんです、ね、先生スポーツ庁の長官やってもらえない。いやでもね、それは本来なら喧嘩から来てると思うんですよ、うん、ね、そうですね、うん、僕も昔大西哲之助さんっていうラグビーの日本代表の監督やられた方が闘争の倫理っていう本を書かれてて、あそこにその人間っていうの恐ろしいもので、戦争行って仲間殺されたらね、相手捕まえてきたらめった殺しにしちゃうと、理性も吹っ飛ぶと、うんうん、でもこれを理性止めるトレーニングをしなきゃいけないと、うん、でスポーツは何しても勝ちたいけどルールがあると、で勝ちたいけどぐっとこらえる、うん、この練習が必要なんだって書いておられて、うんうんうん、あ、今なんとなくそれふと思い出しましたね、うん、あ、きっとそういうとこからスポーツは来てんですよね、うん、相手から特にその対戦するチーム同士の戦いではね、うん、相手から自分たちがどう見られているのかっていうことが常に重要になるはずなんですね、うん、でそれをまた先手を取って、自分たちが相手のチームの戦略をどう見て、それを先んじるような手を考えながら、うん、それが組み合わされて、対戦になるわけでしょ、うん、でそういう中でやっぱりルールが必要なわけですよね。サッカーだったらもちろん何て言うんですか、人が先にオフサイド、はい、オフサイドってなって、これはイギリス的な、ルールかなと思うんですけどね、そういうルールを破れば先に進めないわけですよね、そういうそのルールを守りながらお互いにこう知力を尽くして体力を尽くして美しい戦いをすることが、それがみんなが見てるスポーツなんですよね。でもね、例えば実際の戦争っていうのはね、あれはね、スポーツではないんです。つまり勝つためには何やってもいいんですよ、うんうん、で大体勝った側っていうのは奇襲作戦ばっかりやってるんですよ、うんうん、相手の裏をかいてね、うんうん、で卑怯なことをやって戦いを勝利に導いてるっていうのが、ほとんどでね、それはね美しくないんですよ、うんうん、人間にとって美しい戦いの仕方は何なのかっていうことを考えなければいけない、うん、で日本でもね、やっぱり戦国時代も江戸時代もそうだけど、少なくともまだ戦いの美しさというのは人間のその身体にまだ入ってたはずなんですね、うんうん、で名乗り合ってお互いに渡り合って、うん、でそこで卑怯な逃げ方や裏切りだとか、うん、騙しだとかいうものを行うことはもう人口に戻る話だっていうことが、うん、道徳として美徳として当たり前のように備わっていたんだけど、そのだんだん戦いが人と人との接触ではなくて、うん、機械を使っていかに相手に打撃を与えるかということばっかりがね、焦点になってしまって、戦いというものの美しさが変貌してしまったと思いますね、うん、だからもう一度私はね、スポーツの精神を利用して、うん、国際関係や人間関係や、うん、そのコミュニティというものをしっかりと作り直すべきだと思いますけどね。うん